最近よく CD 聴くんでちゅや。朝起きた時や、辛い時、楽しい時や、死にそうな時、音楽っていいものでちゅね。で、だからお礼にピッカピカにしてあげるんでちゅ。ほほー、ご主人様が風邪でちゅ。この野郎、風邪ひいてんだよ。すいません部長、今日は休ませてもらいます。はいはい。辛そうでちゅね。辛いんだよ。エビチュ、買い物に行ってきますけど、何か食べたいものはありまちゅか？食べたくない。チーズはいりまちぇんか？ああ、チーズ。チーズはとっても美味しいでちゅよ。エビチュ、チーズ大好きでちゅ。わかった。チーズ食べたい。ギフー。エビチュ、ご主人様に美味しいものを作ってあげるでちゅ。晩飯、万歳。伊吹先生ってアイドルの M とホモ関係なの知ってました？あは、ちょっと来い。キュッツンツン。エビ、エビちゅん、お詫びに新聞読んであげまちゅね。キュッ。うわぁ、母さん寝坊しちゃった。ドドタバ。4コマはいい。うわぁ、これ何？何って知らないんでちゅか？日本のゴムは世界一なんでちゅや。誰か助けて。よう、風邪だってな。来てくれたんだ。しょうがねえな。ぼーっとしてっから風邪ひくんだよ。不愛想だけど、本当は私のこと心配して。私のことを。ちょっと、なんかつまみとかねえの？待ってて、今なんか作るから。あんた鬼や。友達。ほら、この間遊びに来た人。こんにちは。いらっしゃい。あ、エビチちゃん、元気してた？あの、周りがお花畑の地と？いいか、絶対本人の前で言うな。こんにちは。
より増えてまじゅ。あら、どうしたの？大きな声なんか出して。なんでもない。エビチちゃん、あとは私に任せてね。はあ。あ、具合どう？だいぶ良くなった。洗濯までしてくれたの？うん、溜まってたから。パンツも。え？うん、手洗いしといたから。女の子だもん。汚れてるのはしょうがないよ。いいわよ、いいわよ。気にしないで。ご主人様の緑色のウィンウィンも綺麗にしてもらいました。女の子だもん。汚れてるのはしょうがないよ。ご主人様は40度の熱を出して1週間寝込んでしまいました。エビチマン。From the dark into the dark, it shows up and dissipates. From the moon to the stars, no one knows what it just is. An earnest shopkeeper in the day, the justice maker in the night. By the way, they call it Henchman. Hi, pizza 屋のエビチでチェ。Half and half の L サイズを。ミートグルメをデラックスして、はあはあ、それとローストチキンのセント。もしやお客様はセックスをした後ではないですか？シャーと聞こえるのは男のシャワーの音ですな。夕方のこの時間のセックスは学生でちゅね。わあ、ビールと一緒につまむ魂胆。2人で L サイズってとこが若さですよな。出てちまいました。エビチューはハムスター。仕事は宅配ピザ屋でちゅー。とろーりチーズの熱々をあなたの元に届けましゅ。今すぐお電話してくだちゃい。はい、ピザ屋のエビチューでちゅー。 M サイズのシーフードスペシャル、ウィサラダもお願いします。もう、いや、お客様は今不倫をしてませんか？え、どうしてそれを？なんとなくでちゅうてね。エビチューはハムスター。仕事は宅配ピザ屋でちゅう。とろーりチーズの熱々を。今すぐお電話してくだちゃい。エビチュー悟ったでちゅう。きっと余計なことは言ってはいけないですな。な。はい、ピザ屋のエビチューでちゅう。パンティ何色？エビチュマンに変身でちゅ。エビチュ変身。よいしょ。
たいに妙に体がほてる夜。パートナーのいない女はどうしたらいいの？今までいろんなこと試してきたけど、どうして？どうして感じないの？どうしていけないの？やっぱり女は男と抱き合わないとダメな生き物なの？誰か、誰か教えて！言ったふりして喘ぎ声、感じたふりしてよがり声。誰？そんなあなたに助け舟行かせてみせます。今夜こそ。誰なの？失敗しましたね。もう少しなのにいけない。もう一歩踏み込めない。どうしてそれを。真ん中の穴に挿入。終わりかな、エビちゃん。この意味がわかりまちか？いいえ。いわゆるマンコに物を入れりゃいいってもんじゃないってことでちゅ。人工入れるまでのストーリー、それがオナニーと言っても過言ではありません。やってみましょう。あなたには学園物がぴったりでちゅ。学園物？そうでちゅ。セーラー服の学校でちゅ。相手は先輩か先生でちゅ。体育、いや、理科の先生がいいでちゅかな。ちょっと落ちこぼれなあなたは、放課後、補習を受けているんでちゅ。夕日のいっぱい当たる理科室でちゅ。白衣の先生が近づいてきまちゅ。それは若い先生でちゅか、中年でちゅか。中年です。胸はどうされまちゅか。優しくタッチでちゅか。いいえ、後ろから激しくわしづかみです。おいえ。そして机の上に押し倒されて、リカーが割れたり、猿靴は仲間されて、抵抗する私を先生は下だけ脱がして乱暴に。そうく、さらにビデオに撮られて、その後何回も何回も何回も関係を、強要されるんです。ありがとう、エビちゃん。私いけそう。あなたはちょっとマニアすぎまちゅ。言ったふりして喘ぎ声、感じたふりしてよがり声。そんなあなたに助け舟行かせてみせます。今夜こそ、エビチュマンでちゅ。あーもう嫌だ、ゆるいぜ、あらまあまあ、くもくもだけにこんまだけ合う空文字の視線にメロメロでもうすぐ来る。回転で脳みそはパニック、思考回路はピーピー、インベーダーが精神に侵入、あれよあれよの間に合わない。情け報い無差のテンションを波にキキキキ、キキキキ、やだ、やつの手話